真実はいつも一つ、名探偵コナンチャンネルのまみです。はい、今回はサンデー最新話1066話で急速の動きを見せたラムについて話していきたいなと思います。今回の内容は単行本派やアニメ派の人にはネタバレが含む内容となってますので、閲覧ご注意ください。はい、では早速本題に入っていきたいなと思います。で、実はまみもサンデー派ではなく単行本派なんですね。でもやっぱりツイッターとかをしているといろいろこう目に入ってきて気になってはいたんです。で、単行本派の皆さんには裏切って申し訳ないんですが、もういっそのことをこの新章シリーズをサンデー変えました。で、読んでいって思ったのが、本当にラムが脇田なのかということです。ということで、今回の内容を改めまして、ラムは本当に脇田なのかについて話していきたいなと思います。はい、では順を追って4つに分けてお話していきたいなと思います。まず1つ目が、今まで分かっていたラムの特徴や情報についてです。では本題に入っていく前に、今日も先にメガネ外させてもらいます。はい、では早速なんですが、今まで分かっていたラムの特徴や情報についてです。まず容姿については、女のような男、屈強な大男、年老いた老人、義眼というふうに言われていました。そして性格については、劇場版名探偵コナン純国のナイトメアでラムの右腕とされているキュラソーに対しても変声器を使うほど慎重な性格でしたよね。続いて3つ目は、同じく純国のナイトメアでキュラソーにノックリストを集めさせていた。そして4つ目は、17年前の羽田浩司殺人事件で何かしらぬかったミスをしているということ。そして5つ目、これは青山先生が公言していることにはなるんですが、ラムは若狭瑠美、黒田兵衛、脇田兼信の中にいるということ。これが今まで分かっていたラムの特徴や情報になります。そして次に2つ目、サンデーを読んだ上で判明したことについてです。まず1つ目は1065話でウォッカとキールとの会話についてです。ウォッカがこのように発言しています。大男だとか女のような男とか老人とか義眼とか噂されているが、ジンの兄貴が言うには確かなのは義眼だけで、あとはほぼ誤信のためにラム本人が流した偽情報らしいよ。そしてそれに対し、じゃあジンはラムに会ったことがあるんだね。そしてウォッカが、ああどこで何をやっているかも知っているって、とこのように2人が会話していました。このことから読み取れることが何点かあって、まず1つ目はラムの噂については義眼だけが確定しているという点です。そしてその他については偽情報と言っているんですが、ただ一つ気になる点があって、ほぼというふうに使っているんですね。なので先ほど言ったこの3つの容姿については、ラムの容姿も含まれている可能性はゼロではないということです。そして次に2つ目です。それはジンがラムの正体を知っているということです。さらにどこで何をしているかも把握しているという点です。ここについてはジンがラムからすごく信頼されているということがわかります。ただそうなってくると、ラムの右腕とされているキュラソーとの関係が気になってきますよね。またここについては、これをジンがラムから信頼されているから正体を知っているというふうに捉えるのか、ジン自身がラムについて探りを入れて自分で得た情報なのか、どちらとも捉えることができますよね。ジンはラムの正体を知っているということが判明しました。そして3つ目はウォッカの発言、顔を変えてふざけた名前を名乗っているって。ここでわかるのが、ラムの名前はふざけた名前をしているということです。ただふざけた名前だけピックアップして考えると、タイムイズマネーで脇田兼則っていうふうに捉えることもできますし、若狭瑠美の名前も朝霞とラムが入っていたり、カラスマが入っていたりと、ふざけた名前というふうに捉えることもできますよね。で、次に4つ目、これはコルンが2年前の赤井さんとキャメルについて組織のメンバーに話している時のシーンなんですが、その時にラムが電話越しに、懐かしい話ですねと言うんです。このことから考えられるに、あの2年前キャメルが話しかけたあのおじいさんはラムなのではないかということがわかります。そうなってくると、潜入捜査をしていた赤井さんの近くにいたり、純国のナイトメアでキュラソーにノックリストを集めさせていたりと、ラムは組織の中でノック調査が任務なのではないかというふうにも考えられます。そして5つ目はラムの発言です。今回の件はあの方からお叱りを受けましたとラムが発言するんです。このことから読み取れるに、あの方は生きているということがわかります。このあの方がカラスマレンヤを指すのか、それともカラスマレンヤの末裔を指すのか、それともその意思を継いだ誰かを指すのか、何にしろこのあの方っていうのは生きているということがわかります。そしてこのことからわかるに、ラムは17年前羽田浩司殺人事件で何かを抜かっているにもかかわらず、あの方からの信頼が厚いということもわかります。このことから17年前の羽田浩司殺人事件でラムが抜かったことというのは、その立場も揺るがさないレベルの小さな抜かったことなのか、それともそれ以上にあの方との信頼関係がすごいのか、もしくはあの方に抜かった事実を伝えていないのか、17年前の出来事が気になってくるところではあります。はい、これがサンデーを読んで判明したこと、気になることになります。
で、その後の描写でラムが脇田を刺しているというふうな描写があったんです。でも今回このサンデーを読んでなんか違和感があったんです。この間に今コナン君や赤井さんたちのシーンがあったんですね。でも時系列的に考えれば、まあ、そこに当てはまるのおかしくないかとも思ったんですが、逆に言えばそれと同時にトリックを仕掛けるのもこのタイミングじゃないかと思ったんです。なのでそこでもう一度この違和感を追求するためにもう一度ゆっくり見返しました。するとマミが感じた違和感は6つあったんです。ここでは最初にラムが映ったシーンをラム1とし、ラムが脇田の変装をしているシーンをラム2とします。ではこの6つの違和感のうちまず1つ目なんですが、このラム1とラム2のシーンではラムの座っている位置が違うという点です。ラム1では後部座席の右側、運転席の後ろの方に座っているんですが、ラム2では後部座席の真ん中に座っているんです。そして2つ目はラム1とラム2の助手席に座っている人物の髪の長さです。ラム1では耳がはっきり見え髪の毛は坊主かなと思いきや、ラム2では顎ぐらいの髪の長さになっているんです。そして次に3つ目は眼帯をつけるシーンです。脇田って眼帯左につけていましたよね。普通左目に眼帯をつけるとなるとあのシーンでは見える景色が逆になると思うんです。普通左目に眼帯をつけるとなると左の視野が奪われてしまうので右の視野だけが見えますよね。となるとあの眼帯から見えるシーンは普通景色逆だと思うんです。となるとこの眼帯越しに描写されていた助手席に座っている人物があえて強調されているかのようにも感じたんです。そして4つ目は変装が遅すぎるという点です。姿を見た人物も限りなく少なく、右腕とされているキュラソーにですら変声器を使う慎重なラムが変装をカツラとヒゲとデッパ、この3つだけっていうのはさすがに違和感しかないですよね。そして5つ目はラム1とラム2での口調の違いについてです。ラム1ではメンバー、部下に対して敬語を使っていたんですが、ラム2では運転手や助手席の人にご苦労というふうに敬語を使っていなかったんです。ラム2が脇田の変装後やったから脇田になりきっているっていうふうにも言えますが、ただここのシーンでは別に到着しましたご苦労というセリフがなくても大丈夫なシーンやと思うんです。それをあえて長髪の男が敬語を使い、それに対し脇田がご苦労と言っているのはあえてなのではないかなと思ったんです。で最後に6つ目です。今までの描写を見ているとラムは脇田って言っているみたいなもんですよね。でも実際に脇田がラムと自身から言ってるわけでもなく、誰かが脇田に対してラムと呼びかけていることもしていないんです。最初のジンがラムと言ったラム1のシーンでは黒塗りの人物がラム本人だと会話の流れ的には言えますよね。ただラム2のシーンでは先ほども言った通り、誰かが脇田に対してラムって言ってるわけでもなく、脇田が自身からラムって言ってることもしていないんです。少し話はそれるんですが、以前ベルモットが正体が分かった時はジンがベルモットに対し悪かったなベルモットと言っていたり、バーボンが分かったシーンではバーボン自らバーボン、これが僕のコードネームですと言っていて明確に描写されているんですね。このことからも踏まえ、今回そのラムが脇田だという決定的なシーンがなかったことから、ラムは脇田というのはミスリードなのではないかというふうに思ったんです。はい、これがサンデーを読んだ上でマミが気になった6つの違和感になります。で、この今話したことを整理した上で考察していきたいなと思うんですが、今回まとめて話すと結構動画が長くなってしまうので、このラム考察については次回お話ししたいなと思います。はい、今回はラムは本当に脇田なのかの前編という形にはなってしまったんですが、現在分かっている情報やサンデーを読んだ上で判明したこと、そして違和感についていろいろと話してきました。次回はこの情報や判明したこと、違和感について整理した上でラム考察をしていきたいなと思っています。今現在サンデーを読んだ上でマミ自身もラムは脇田なのかっていうところに疑問を抱いているので、その考察内容を次回楽しみにしていただけたらなと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいたらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、マミでした。